どもどううももそれでは、えー、また YouTube のコメント欄にもらったね質問に短く答えられるのねちょっとピックアップしたので、えー、まず最初の質問19歳社会人ですアスリートは誰でも下積み時代と言われる本業の傍ら 趣味のような立ち位置でトレーニングする時代があるあかと思います山岸さんはどのように仕事と利用しながらもボディービルに徐々にベクトルを向けて現在の環境を作ったんですかとそうだねまあボディービル始めたのは学生の時なんで学生の時は、まあ、プロというかね勉強もちろんちょっとはしてたんだけれどもほとんどトレーニングと食事に。 集中してまあ運,運が良かったというかラッキーなことに大学にバーベルクラブボディビルとパワーリフティングのまあ部活だねがあったのでそれに大学2年から入ってまず最初はあのボディビルではなくてまずパワーリフティングを始めたんだねまあは春にパワーリフティングがあったのでそれに出てで秋ボディビルと、えー、ボディビルドは大学2年から 出てまあ最初からそこそこいい成績が出てね大学3年4年と、まあ、学生の選手権で優勝したんだけれどもまあ学生の時は、まあ、多くの、まあ、部活動というかねスポーツをやってる学生がそうであるように、まあ、勉強もちろんするんだけれども時間がたくさんあるので、えー、自分はボディビルを集中してたと。で、えー、そこから卒業大学を卒業して。 その後皆さんも知ってる健康大量研究所検体、まあ、だねこれに就職して3年間大卒から新卒です入って3年間プロテインの営業をやってたんだけれども検体、まあ、当時はね大川原さん宮野さん上野さんとね 営業はあと自分と四人全員ボディービルダー。で先輩の三人はまあチャンピオンクラスということで。まあ当時は。今よりも大らかな時代だったというか。まあプロテインを売る。のに競争相手があんまりいなかったんだよね。えー、森永ウィーダー。あとザバスとケンタイ。この三社。まあ小さい会社はあったんだ、あったと思うんだけれども。 まあこの一応産というかそういった時代でウィーダー・ザ・バス b はまあもちろんボディービルダーも使ったんだけれどもどっちかというとあの運,動あの運動具店スポーツ店に置いてあるあのまあ部活の人とかねどっちかというとボディービル以外のプロテインを使う人が愛用してた。ボディービルは体という風に なってたのでまあ今今の社長西西君はあの自分の早稲の後輩なんだけれども西に怒られるかもしれないけれどもあんまり営業の努力をしなくても売れたんだよね当時はすごい売れたあのホエイプロテインまあウェイホエイかホエイプロテインが日本で初めて出したのがまあ ウィダーだったかな、検体だったか忘れちゃったけど、検体で出したとき、ものすごい売れたね、黙ってても売れたんで、まあ、あのこんなこと言ったら怒られるかもしれないけれども、まあ営業と言っても、まあ、ボディービルのジムとか、スポーツクラブとか、結構知り合い知り合いというか、みんなが、ね、知っててくれたんで、まあ、ボディービルの話したり、トレーニングの話したり、まあ、そのついでに注文をもらっていたと、そういうことだったので、まあ、当然、 先輩たちみんなビルダーだったのでボディビルの理解のある環境なので営業が終わったらまあ6時7時にはジムに行ってトレーニングしてたとまあプロではないけれどもまだねまあボディビル関連の会社でお金をいただきながらトレーニングをしてたとそれが3年間その後あのアメリカにまず最初のアメリカまあ留学だねこの時は。 留学学留を兼ねてて、アメリカに行って、まあ、この時からセミプロというかまだプロカードはもらってなかったけれどもセミプロまず最初にやったのは雑誌に出ようと当時はインターネットはア、まあ、インターネットあったのかなだけどまだねインスタとかそういう時代じゃなかったのでフェイスブックもなかったよな確かそういう時代なのでまあ雑誌に乗ろうと。 まあ、そこそこ学生時代からら優勝してて取り上げもったの知名度はあって、まあ、雑誌にもちょくちょく出たんだけれども、まあ、アメリカ留学日記みたいなのを毎回連載させてもらってまず名前を売ろうと。ね、それからあのグッズ販売、まあ、当時は信じられないかもしれないけれども。 ビビデデオオトレーニングビデオというのがなかかかななったんだよねな,なんでなかったかわかんないんだけれども、まあ、当時おそらく岡部光さんがオリンピアへの道を出し始めた頃だったのかな、まあ、その前はねとにかくトップ選手のトレーニングとか食事というねアクセスがなかった、まあ、雑,誌で見れ雑誌でも見てたんだけど動いているものを見る環境になかったんだよね 特に日本にいてはまあもちろん日本のトップの選手はね同じジム、中野ヘルスだったので、まあ、小沼さんとか稲野さんとかね身近にいてもちろん見てたんだけれどもというの当時のトップの世界のプロビルダーの、えー、動いてる動画がなかった。ということはビデオもなかった当時はまあビデオの時代。 なんでかわからないけれどもそこで思ったのはじゃあ俺がビデオを出そうとそして、えー、作ったのが究極,究極戦士帰国してすぐ、まあ、半年アメリカに行ってて帰って、えー、ミスター日本で3位だったかなになって、まあ、ビデオを出してトレーニングビデオを出して T シャツとか作ってそこから、まあ、ボディービルでお金を稼ぐと。 いうのをやったんだよね当時はその稼ぎとあとはパーソナル、まあ、検体をあの退職してアメリカに行って半年で貯金を全て使ったので、まあ、そこから、まあ、パーソナルっていうのはあの元手がいらないよね、まあ、何かお店を始めるんだったらもちろん商品を買ってその商品を買うお金が必要だったのにとにかくお金がなかったので。 体一つで始められるパーソナルトレーナーを始めて当時のねゴールドジムでやってそこでまあ当時パーソナルトレーナーももちろんいたんだけれどもまだまだ始まりの時代だったので結構クライアントさんがついてすぐ生活できるようになったそれでなのでまあパーソナルとそのボディービル関連のグッズ販売 で、えー、その翌年から、まあ、ミスト日本でサインになったのでゲストのおおオファーガスもう毎週のように入ったねだからまあ春先からイベントで夏はゲストっていろんなとこ呼んでもらってもちろんゲストポーザーのお金もいただいてだからその3本立てだよねだからまあプロカードは持ってなかったけどももうそのアメリカから帰って。 2000年から、えー、セミプロで実際プロカード取ったのはえっと2002003年に取ったんだけれども最初のコンテトは2005年なんで、まあ、2005年がプロデビュー2000年から2005年まではそのセミプロ活動だねで2005年プロになって ま,あまだ当時は日本に住んでたので日本でトレーニングしてコンテストの時はアメリカ行ってと、まあ、その時も同じようにセミ,セミプロパーソナルトレーナーを中心にイベントグッズ販売であ忘れてた検体は帰って帰国してからアメリカから帰ってきてから社長にまたいさしに行って今度はモデルとして使ってくださいということで検体の第1号契約選手 なので検体からも給料をもらってもちろんサプリメントも支給してもらってあのですからだからセミプロアマチュアの時からサプリのスポンサーがいたんだよねまあ自慢じゃないけどね <laughs> 当,時当時はそういうのはまあアメリカの発想だったんだけれども日本で一番最初じゃないかなボディビルダーでそうやって契約選手としてお金をもらったのは。 で2005年からプロになったんだけれどもプロカードを取ったんだけれども、まあ、やってることは基本的には同じねで2006年から今度はアメリカに住んだんだよね2006年か2006年の末にアメリカに引っ越して、まあ、それまでは行ったり来たり、まあ、ミロスに2006年会ってそれが大きかったんだけど、まあ、ミロスのところでトレーニングしないといかんなと。 ということでね、ミロスの住のすぐ近くにアパートを借りて、まあ、当時はあのカリフォルニアもまだそんなに物価が高くなかったまあ高かったんだけど他の州に比べれば今みたいに本当に高騰はしてなかったのでまだ住みやすかったでその時は2006年の秋から六国建設さん ジムであの以前からあの同じ時間にトレーニングしてた、まあ、六国建設の角田社長にあの「じゃあ俺がサポートするから」と言われて、まあ、正直言って当時は「俺がサポートするよ」っていう人がいっぱいいて、まあ、何でもそうだと思うんだけれども成功するとねいろんな人が来ておい、まあ、あしい話を持ってくるわけです、ね、だけどまあその中で本当においしい話ではないんだよね 美味しい話は必ず裏があるとか、まああの実現しなかったりとか別に悪意があ,ったあるわけじゃないんだけどまあ景気がいい時にはいろんないい話が来るとねでそ,の中その中で角田社長に声をかけていただいてまああの半信半疑、ね、正直で半信半疑だったんだけれどもまあなんととんとん拍子に角田社長に契約していただいて、まあ、コマーシャルまなもさせてもらって まああのアメリカにじゃ行ってこいと、まあ、その前からアメリカにミロさんのとこ行ってたんだけどもあの角田社長のサポート全面サポートの下で六国建設の山岸ということで2006年の秋からでその時はもうパーソナルトレーニングはやってなかったもう本当にアメリカに行って日本にほとんどいなくなってたので2006年からは完全にそのボディービルで。 トレーニングをするんじゃなくてねボディービルダーとしてお金をあの稼ぐとだ2006年から本当のプロだねでまあその後いろいろありまいろいろありと、まあ、知ってる人は知ってるんだけども2008年は、まあ、2007年まあその前にね2007年は大成功の年というかボディービルダーとしてプロのボディービルダーとして名前を知られた年2007年の 2月のアイアンマンからアーノルドクラシックに初めて出てえ夏は夏は何も出てないか秋にえ秋のオリンピアね初出場してまあ日本人まあアジア人というかね東アジアからまあインドのプレムチャンダーもその前に出てるけれども東アジアから初のオリンピアンということでもてはやされてね六国さんにも全面サポートしてもらって。 プロビ,リビルダーとしてもう順調に順調すぎるぐらい,いや年だったんだよね2007年が。でそこからいろいろあってまあさっき言ったように知ってる人は知ってるようにいろいろあって2008年は日本に帰らなくちゃいけなくなってま2008年のね後半に秋に8月だったかなアメリカに帰れたんだけれどもまあその時には六国産のサポートはなくなってまあまた 日本にいた時はパーソナルをやってたのかなまあ、配った時はパーソナルというかねなんせ元手がかからないんだのでパーソナルをやって、ね、お金をいただいてでまたアメリカに戻ってきて無一文というかねしばらくはあの日本で貯めたお金を使ってまあ、ただお金かかるんだよねボディビルっていうのは裸一つだからお金かかんないように見えるけれども。 食べ物とか,色々お金か,かるということで、まあね、今でもお世話になってるベティさんとかベティ鈴木さんとかその後キャシーキャシー・ラ・フランソワといって、えー、知ってる人は知ってるかもしれないけどもあの女性のトッププロとして活躍して、まあ、以前から友達いい友達だったんだけどもキャシーと旦那のスコットが大きい家を持っててねその家に住まないかということで。 ま,住まわしてもらったんだよねでそこの家は本当にでかくて地下にジムがあって日焼けサロンもあってカーディオンも全部あって、まあ、あの家から出なくてもプロボディビルダーの生活できるという本当に今考えるとよすごい良かったんだけれども、まあ、そこの一部屋を借りて格安ね貸してもらって、まあ、また下積みからスタート2008年ね。で2009年あのまたアイアンマン アアイアアンプ2009年の2月にアイマンプロで復活して、まあ、そこで当時アイマンプロトップ5がオリンピアクオリファイだったので4位入ってねオリンピア早速クオリファイ復帰して、まあ、そこからまた徐々に徐々にまた上ってったとで2009年の年,年末9月のオリンピアの直前だねにギャスパリと契約したんだよね まあギャスパリはキャッシーのおかげだよ、ね、キャッシーがギャスパリの契約選手として長く活躍していたので、まあ、そ,このいそこで一緒に住んでたのでキャッシーのつてでリッチによく会う、ね、機会があってそこでまあ選手として見てもらってでまあ当時はアジア人は誰がいたクリス・ディムとかスターン,ンとかいたけれども、まあ、オープンであの活躍している選手はいなかったので。 まあそこをあの将来を見てもらってで2009年あの、オリンピアで9位入ってあの、まあ、リッチに契約してもらった直後に、ね、トップ10に入ったので、まあ、かったと思うそれも良かったと思うんだけどもそこからギャスパリー、今年で、えー、11年目だねギャスパリ、ギャスパリ、ギャスパリ,スパリ,スパリだけども11年。 ずっと契約してます今でも、ね、契約選手、ね、まあ入れ替わ,わりの激しいプロボディビルで同じブランドのね選手として10年以上やってる選手っていうのはいるのかなあんまり思いつかないけれどもまあほにギャスパリにはお世話になってるしなでなんとかね恩返しがしたいとまあこんな形で、ね、ボディビルでお金を 今だとねボディビルダーでお金を稼ぐ YouTube とかねまあチャンスがいっい広がってそんなにまあまあ大変だ大変っていうかね選手として逆言うと選手として別にオリンピアとかねプロトッププロじゃなくてもお金を稼ぐチャンスがある前はその 2000, 前2000年前半は プロボディービルダーというのはサプリメントと雑誌この2つの契約からお金を稼ぐということが多かったんだよねだからオリンピアントップ10潤もゲスパリとあとマッスルマグマスキュラーデベロップメントと雑誌ねからお金をずっともらってたんだよねなのでまあ2 0そのそれこそ2009年から つい最近までというのは2010今2020年でしょ2 0何年だ2018年19年は去年か18年までだよなロサンゼルスのベニスでトレーニングした時はもうプロボディビルなので2009年から年まあ9年かは その後、まあボディカフェは2016年からやってるんだけれども今はボディカフェをやってるので、まあ、本当に純粋にボディビルだけをやってるわけじゃないんだけれども、まあ、ボディビル関連のものでお金を稼いでますちょっとは夢のある話になったかななのでね、えー、皆さんも、まあ、もちろん選手として成功する それが大,大前提、選手としてよ,けなくよくなくちゃね、誰も憧れないし、誰も言ってること聞いてくれないと思うんだけれども、まあ、選手としてオリンピア優勝しなくてもね、お金を稼ぐチャンスがある業界、それがボディービル、フィットネスだと思うので、自分なりに自分を売り込むんで、ぜひ成功してください。それでは 質問コメント欄にまたお願いします。